P6 マイクロアーキテクチャは、インテルの X86 命令セットの CPU の6世代目の設定である。IA-32 としては4世代目。P6 マイクロアーキテクチャを最初に採用した製品は、1995年11月に発売された Pentium Pro p r o c e 2000年までインテルの主力製品のアーキテクチャとして使われた。その後、 ペンティアム4などに採用されたネットバーストマイクロアーキテクチャに市場の主流は移ったが、モバイル向けやブレードサーバなど省電力低発熱が求められる。市場ではそのまま継続された。そのアーキテクチャと市場はペンティアム M やインテルコアに受け継がれている。P6 マイクロアーキテクチャは、それまでの世代とは一線を画する設計に基づく。と、命令セットの互換性はあるが、 全く別物と言える。Pentium Pro Pentium 2さらにシステムレベルでは、設計当時予想されたシステムの大規模化を考慮して、メモリタイプ範囲レジスタの追加、ページサイズ拡張、アドレスバスの拡張が行われた。その他、エラッ対策として書き換え可能なコントロールストアを持ち、マイクロコードをソフトウェアで書き換えられるようになった。BIOS、または オペレーティングシステムを介して暗号化されたコードブロックを CPU に書き込むことにより致命的なエラッタを回避することができる。P6 マイクロアーキテクチャに基づいて作られ市場に投入された最初の製品となる Pentium Pro は今後は3 2ビット命令が主流となるとの想定の元に3 2ビット命令を効率よく処理するように最適化されたが 当時のコンシューマー市場では依然として16ビット命令の残る Windows やほとんどが16ビット命令で構成される MS DOS が主流であり16ビットコードの実行パフォーマンスを軽視した Pentium Pro はこれらの環境において十分なパフォーマンスを発揮することができなかった一方32ビット命令で構成された Windows NT や Unix 系のオペレーティングシステムを 用いるサーバーやワークステーション等の用途では、チップセットとともに安定性と十分なパフォーマンスが評価され、ダウンサイジングの自由も追い風となって一定の成功を収め、後にエントリークラスのリスクワークステーションを IA32 アーキテクチャが駆逐してゆく、共闘法を築くまでに至った。さらに16ビット命令セットを高速に実行できるよう改良するとともに、 MMX 命令セットを追加した Pentium 2として発売されることで着実に資格を埋めた P6 マイクロアーキテクチャは今週ーマー市場にも広く受け入れられることとなった。セレロン 300AMHz インテルは新しいマイクロアーキテクチャのプロセッサの発売に伴い旧来のプロセッサの大幅なディスカウントを行い、 従来のプラットフォームを採用する競合する他社の成長を阻止するという戦略を採用していた。その結果、最新のプラットフォームは高値で安定し、インテルの財務状況は良好であった。しかし、インテルの旧世代 P5 マイクロアーキテクチャのプラットフォームで AMD 社が K6 プロセッサを発売すると、AMD は K6 シリーズを単にインテル製プロセッサの 廉価版という位置づけではなく、価格に見合う性能を持つ良好な製品として主張するようになった。インテルは自社製品よりも低い価格設定を行っていた AMD への対応が必要であったが、すでに収束路線としていた P5 プラットフォームに高クロック動作の製品を投入して AMD に対抗することはなく、すでに主流としていた P6 マイクロアーキテクチャにおいて、 より高性能で価格性能比の良好な製品を投入することで差を詰めつつあった AMD の引き離しを図った。Pentium 2をもとにマルチプロセッサ機能2次キャッシュメモリを削除した初代セレロンは安価であることも去ることながら2次キャッシュメモリのアクセス帯域が狭められ低廉化していたこと、クロックアップの妨げになる2次キャッシュメモリがないことから カジュアルなオーバークロックブームを引き起こし人気商品となった。また簡単な修正で無効化されていたマルチプロセッサ機能を回復させることを日本のユーザーが発見し、そのアイデアを用いた周辺機器メーカーの製品を使うことで安価なセレロンでマルチプロセッサ環境を安価に構築することができるようになった。セレロンによって P6 マイクロアーキテクチャがいかに普及したかは、 RSA 主催5 6ビットシークレットキーチャレンジに参加した distributed.net に非常に多数のセレロンプロセッサコンピュータが登録されたことで知ることができる。この後 P6 マイクロアーキテクチャにとどまらず、インテルはデスクトップおよびモバイルで高性能高機能製品に対しペンティアム低価格製品にセレロンの2つのブランド体制を取るようになった。 ペンティアム 3G オン 550MHz ペンティアム2やセレロンがペンティアムのコンシューマー市場の後継製品であるようにペンティアムプロにも直径とも言えるブランドが作られた。それが G オンプロセッサである。初代 G オンはペンティアム2コアでバックサイドバスが強化されコアとは別に実装されていた2次キャッシュメモリにコアと同じ動作周波数でアクセスできるよう改良されている。 また二次、キャッシュメモリ容量も Pentium 2と比較して大容量化されている。Pentium 2や Pentium 3の2機に対し、ジオンは4機の CPU までの対象型、マルチプロセッシングに対応している。外観上では放熱性を配慮して、巨大なカートリッジに組み込まれている。ソケットは SC330。イゴジオンのブランドはサーバなど機関業務やデータベース。 ネットワークシステム向けの高収益ライン商品の看板となる。高収益の G オンプロセッサは、インテルの低価格市場での収益性を補うことで、低価格市場向けの製品しか持っていなかった AMD に対して、値引き構成の原資となった。Pentium 2G オンティアムから Pentium 3G オンに引き継がれ、ネットバーストマイクロアーキテクチャ製品に引き継がれた。ありがとうございます。